はい、じゃあちょっと残り時間でお話しして、させてもらうと思うんですけども、今日のテーマとしては、抜け毛、白髪、口内炎、やる気が出ない、疲れやすい、まあ、本当の原因ということなんですけども、まあ、これについてはね、非常に簡単というかですね、まあ、やる気が出ないとか疲れやすいっていうのは何かっていうと2つ理由があって、1つは精神的にねやる気が出ないというのと ありますよね。それともう1つは肉体の問題ってやっぱあるんですね。体がしんどいっていうか体がいい状態じゃないとどんだけやる気を出してもですね、これ難しいと思うんですね。風邪ひいてる時にやる気出してねとかって言っても無理ですよね。だから両方とも整えていくっていうのが一番大事だと思います。で、まあ、やる気っていうのはちょっと簡単に言うとやる気を出すとかって僕らよく言いますけども、やる気って僕は出すもんじゃないと思うんですね。なぜかっていうと毎回毎回やる気になってですねやってたら体っていうか精神的にもしんどくなりますよね。よくモチベーションとか言うんですけど、モチベーションも僕は上げるもんではないと思うんですね。自然と湧き出てくるものですよね。それで行動できるっていうのが一番理想的なわけですよね。よくまあ、うちの娘見てもわかるんですけど、下の娘はもうゲームばっかりなんですよ、結構ね。で、それをゲームをやるときにやる気出してやってるかっていうとそうじゃないですよね。好きだからやってるわけですよね。だから一番いいのはもうやる気を出すというよりは好きだからやる、やりたいからやるっていうときですよね。それが一番いいんじゃないかなと。だから努力っていうのは僕はいらないと思うんですね。努力、よく努力しなさいっていうのは確かにあるんですけど、好きなことをなんかしてるときって努力とは言わないですよね。ゲームを好きでしているときにこれ努力してゲームしてるとは言わないですよね。だからそういう意味では自然と内側からねやりたくなってやってしまうというのがいいと思うんですよ。だからそうやって自分の日常生活を一個一個こう見ていくと、結構ねやりたいというよりは、やらなければならないとかね、やらなければならない、やらないといけないからやるっていうことが結構多いんですね。例えば旦那さんにご飯を作らなければいけないとか、まあ、何でもいいんですけど、起きなければいけない、仕事に行かなければいけないってあるんですけど、これって結構苦痛なんですね。だからこれをですね、まあ、これハブトゥーとかって言うんですけど、英語だとやらなければやらないっていうのをこれをやりたいにしたらいいわけですよね。そうすると努力はいらないということで、一個一個ですねそうやって自分で見ていくと結構いろんな発見があるんですね。毎日朝起きて顔を洗う、まあ、義務でやってるかもしれないんですけど、顔をねそれをちょっと意識を変えて、何々したいっていうふうに全部持っていくんですね。でそうすると、日常生活すべてが、何々したいからするっていうふうになっていくんですよ。だから顔を洗いたいから洗うっていうふうにねちょっと自分で意識を変えてやっていくとですね、すべてが面白いことになるっていうか、すべてが喜びになるっていうのが実際あるんですね。でまあ、そういうふうにしていくと結構日常が変わって、自然とですね見えてくる世界も変わったりするというのが一つですね。これ面白いですね。一個一個自分がこれからやることを見ていくんですね。これから料理を作ると、これを本当にやりたいのかっていうことで、まあ、やりたいからやるっていうふうに変えてみるとかね、そういうことをしてみるっていうことですよね。で、まあ、つまり何でもね、日常の一個一個が喜びになるっていうことですよね。まあ、この前つい先日映画でね、今は流行ってる永遠のゼロってありますよね。ご存知ですかね知ってますかね。アメリカ、はい、で結構これ話題になってて、まあ結局特攻隊のね戦争の映画なんですけど、まあ、これ見るとですね、やっぱりこういう時代があったっていうことも改めてね分かりますし、そういう、ね時代に一生懸命生きていた人がいるんだなっていうことがねよく分かるんですよね。だから非常に僕も感動しましてね、よかったなと思うんですけども、まあ、そういう日常生活が当たり前だけど本当は当たり前じゃないっていうね、そこに気づいて一個一個こう、生きていくとまたね変わってくるのかなと思いますね。あともう一つ、やる気が出ないとか、モチベーションが出ない、あるいはストレスが出るっていう一番の原因何かっていうと、これはよく密教とかねそういう、教えにあるみたいなんですけど、まあ、神悔っていうね教えがあるそうです
で、これ何かっていうと、あの身と、まあ、口と意識ですよね。これがね、ずれてると人間ってストレスが出るっていうんですね。体って何かって、まあ、これ行動ですよね。体で行動する。そして口っていうのは言葉ですよね。そして、意っていうのは意思。これがね、全部一致してると人間ってストレスないんですね。例えば、何でしょうね、あの仕事に行きたいって言ってても、仕事に行きたいって言ってるけど本当はですね、行きたくないとかね、そういうズレがあると自分の中に、それがストレスになって無駄なエネルギーを使っちゃうっていうことになるので、理想は、私は何々したいからするっていうふうに、全部ねストレートにこれを一致させれば、あのすごくね良くなる、エネルギー漏れがないんですね。なので、あの本心、自分のねその本心っていうのがすごく大事だと思うんですよね。本当はしたくないけどしてるっていうことないかっていうことですよね。本当はこれをしたくないんだけど、やらなければいけないからしてるとかね、そういうのを見直して、あのこれを全部一致するように持っていくと、あのエネルギーがね満ちてくるので、あんまりストレスなく動けるっていうことですよね。ですので、まあ、ちょっと簡単には見たんですけども、あの人間って肉体と精神っていうのは両方もう切り離せないものなので、これをですね、両方ともバランスよくいい状態にしていくっていうことを考えると、肉体っていうのはですね、これ車で言うとですね、あのエンジンに当たると、エンジンっていうのはエンジンですよね。これがないと生きていけないわけですね。車もエンジン抜くと、走れないわけですよね。だから肉体がまずないといけないっていうことでエンジンがある。そして精神は何かっていうと、これはガソリンですよね。さっき言ったそのやる気とかね、モチベーションとかありますけど、ガソリン、やろうっていう意識がないと動かないわけですよね。だから常に、あのさっき言ったようにやりたいということでやっていくと、ガソリンが満タンになって、エンジンも動いていくっていうことになりますので、非常にね意識的な精神的な面も大事ですよね。そして肉体的な面もやっぱり大事なんですね。これがあの壊れると、エンジン壊れるともう全てダメですよね。ただどんなにやる気があっても肉体が壊れてしまうと、動かないということになりますので、やはり、この肉体を整えていくっていうことが重要なんですよね。でそう考えたら、何かっていうと、一番はねこれ食事なんですね。もう何度も繰り返し言うかもしれないんですけど、食事が、食べたものがその肉体、血となって体を作ってるっていうことですよね。